こんにちは。中間彩香です。ダンサーです。神戸に住んでます。3月にフリーウェイダンスをやります。フリーウェイダンスという時間と空間について、どういうふうに作ってるか、何をしたいのかということを簡単にお話ししようと思うんですが、初演の時は5名の私の知り合い、例えば私の友達とかお父さんとか、そういう身近にいるダンスの専門家ではない方に、 初めて踊った時の記憶をくださいとお願いしてそれらの記憶を振り付けとして扱いダンスとして立ち上げるということをやっていました今回はもともとのアイデアはそのままに新しい振り付け家に数名お願いして新たな4時間を起こそうとしています劇場や舞台芸術における当たり前のルールたちに対して柔らかく土をならすようなイメージで 今ある構造をほぐしてみたいなという思いがあります。おせっかいだと思われるかもしれませんが、私は例えば自分の家族とか、ダンスがなくても生きていける人たちのことがいつだって気がかりで、どんな人もダンスのもとに平等だと信じています。フリーウェイダンスでは、まるで超常現象のようなダンスとしか呼ぶことのできない時間をみんなで過ごしたいです。